ハルカツチャンネルです。今緊急で動画を回しています。ちょっと皆さんにお伝えしたいこともあるのでカメラを回させていただきました。また吉京太さんみたいにですね、ちょっと倉庫の中で今動画を撮っています。これはですね、今後ライブ配信の方で皆さんの方に全て公開していきたいと思います。すでに世の中には出回っていますけども、又吉京太さんの方が明智新九郎さんっていう方がですね、三浦春馬くんのインスタグラムですとか歌の歌詞ですとか、書籍の日本製の中でですね、暗号っていうものを残してて、この解読方法についてすべて又吉京太さんのチャンネルの概要欄の方からダウンロードができるようになっているんですけども、この明智さんっていう方が、彼なりにですね、男性の方なんですけど、趣味で、解読をして、おそらくそういった可能性が高いんじゃないかということで、すべて、この春馬くんに関するね、死の真相についてすべ、てこう公開をしています。これについてですね、春馬くんファンの方もご存知ではない方がたくさんいらっしゃると思いますし、解読方法はわかるんですけど、わかりやすく説明して公開していった方が皆さんにとって優しいかなと思ったので、これについては後日ですね、ライブ配信の方で説明をしていきたいなと思います。またそれについては事前告知をさせていただきますけども、軽く触れるとでですね、春馬くんは、よく漢字にすごく重きを置いていてですね、その中でも漢字の中の目ですね、目という漢字に注目をしていたと。で、目の後ろにある字、漢字ですとかひらがな、これを、抜いていって組み合わせて文にすると、春馬くんが本当に言いたいことっていうのが分かってきます。で、それはですね、彼のインスタグラムですとか、歌の歌詞の中だったりとか、書籍の日本製の中でもですね、頭のいい春馬くんがそういったアナグラムの暗号を残していて、彼が日本の闇の見てきたものっていうのを分かるように、文字で残しています。明智、新九郎さんっていう方はですね、春馬くんはこの暗号からですね、こういうことを訴えたかったんじゃないかっていうことを言っています。6つあるんですけど、1つ目、彼が所属していた組織から離れたいという強い意志、2つ目、自殺は見せかけのフェイクでカルロス・ゴーン並みの逃亡劇を計画していたこと、3、芸能界の闇や薬物汚染、主に大麻とかコカインですね、を告発したかった。4、手島、豊かな島って書きます。手島に関する闇、カジノ、性接待、薬物、これを告発したかった。5、ラオスが関わるチャリティーについて。6、芸能界、政界で影響力を持つ某宗教、SG についてです。で、春馬くんがですね、知ってしまった、この世の中の闇の部分について公表しようとしたがために彼は命を奪われてしまったと、そういうことにつながってくると思います。後日ですね、日本製の中からですね、47都道府県の全てをですね、このアナグラム紐解いていって、春馬くんが伝えたかったメッセージ、思い、内容というのをライブ配信で皆さんにお伝えしていきたいなと思っていますので、楽しみにしていてください。最後にこれもですね、ちょっと想像の中での話になるんですけども、2020年5月20日、比嘉愛未さんとのインスタライブの中でですね、春馬くんがこう手を見せるシーンがありますよね。ここに、文字が書いてあったんですよ。それに比嘉愛未さんが、あ、なんか文字が書いてあるよ、それ何、見せてって言った時に、春馬くんが手をこう差し出して文字を見せました。で、この文字には、あの、田さん、島さんという方の名前が書いてあったんですね。で、その手を見せる場面があるんですけど、実はこれ、いろいろな噂があるんですけど、手に島、田さん島さんが作っていたローストビーフの作り方を説明した後、こういうシーンがあるんですけど、手に島さんの文字ね、手に島さんの文字、手に島イコール手島のアピールじゃないかっていう明智さんっていう方は考察をされていらっしゃいます。ですね、そのインスタグラムの中では、やはりこういう三角のね、三角、春馬くんが両手で三角をね、作ってるんです、よく。これは皆さん分かりますよね、なぜ三角を作るか、会社のロゴなんじゃないかっていう噂が出ています。気づいてない方もいますし、こう想像の中でこの明智さんも言っているんですけど、この明智さんっていう方がね、行方不明でどこにいるのか分からない状態です。
ですので今この内容について知った方は結構いらっしゃるかなと思うんですけど、まあそういうシーンがあるので、ぜひ、もう一度この春馬くんと比嘉愛未さんのインスタライブご覧いただけたらお分かりいただけるかなと思います。まあ、真面目な春馬くんなんで、おそらくこうわざわざ手に文字を書くようなことはするのかなと思ったりもしますしね。実際にこう顔は映っていて、胸から下は、まあね、画面上に映っていないので、机とか用意して紙に書いておけばよかったんじゃないかな、それだけのことなんじゃないかなと思ったりもしました。田さん、島さんっていう名前を書いて、手島のアピールをしたかったんじゃないかなと私はそう感じました。今回の動画は三浦春馬くんがインスタグラムですとか歌の歌詞、日本製の中でアナグラムとして彼が言いたいことっていうのが文字に残されています。その紐解き方を後日ライブ配信で公開しますということについて動画でお話をさせていただきました。